インサイド暁です。やった。今は練習の準備をしてます。しずさんが急いでテープを巻いています。なぜかというと、いつもギリギリに来るからです。エブリンは40分前のモップによく遅れます。よくじゃないですよ。たまに宮崎ほどじゃない。ユラの方が遅れます。ユラは確信犯だ。40分前まであと20秒です。モップ開始まであと20秒でもモニカもまだやばい、遅れてる。今日遅れてるぞ。今あったこれ、これまだいい、これまだいい。早い今日早いです。ついに初戦を迎えます。心境、どんな気持ちですか？とうとう来たなって感じですかね。リオの時とはやっぱ違う？もう自国開催っていうのもあるし、何リオの時入ってた5人がベストだったじゃないですか、控えメンバーだったんだよね。それとかめっちゃ新鮮だし。アースとレイさんと、リッツさん、萌子さんがセカンドチームだったんです、だからなんか頑張りたいなっていう気持ちはあったな。スローで行けば見えるかな。本当だ。このセカンドチームが青いゼッケン着てて、そう、これがあれなんですよ、今ドライブしたのが自分で、サン、モエコ、自分で、ゴール下にいるのがリッツさん、でこれがルイさん。あ、本当だ。え、これリオのリオもう入った時会場練習か。そう懐かしい、ね、懐かしいね。写真まあ今はスタートじゃないかもしれないけど、まあ、途中出てた時にちゃんと自分の仕事をして日本の力になりたい。あとアースが欲しいものはメダル、金メダル、オリンピックでの。頑張ろう。